こんにちは、犬と今日はですね「下手な字の共通点あなたもこんな字を書いていませんか?」というお話をさせていただきます、えー、上手になる方法として、えー、今までねいろいろいろ,いろいろいろお話ししてきたんですけども逆にですね「下手な字ってこんなのよ」という話もすると面白いかなと思って、えー、今回はですねちょっと取り上げてみたいと思いますい、えー、いわゆる、ね、な字っていうのは、まあ 一言言でで下下手手と言ってもいろんな下手があるので、えー、ご自身のね、えー、書かれる字があら私こんな、えー、下手な字のリスト共通点の中に載っちゃってるわという方とかはちょっと気をつけるだけでめちゃくちゃ上手になるので、えー、そのね下手な字の共通点を知ることであ自分はこんなタイプなのだなというふうにしてじゃ逆に どう対処すればいいのかというのを、えー、持って帰っていただけたらと思いますはいじゃあですね早速いきます、えー、まず最初エタダ字の共通点によくありがちな字はですね右上がりすぎな字です一般的にね右上がりの字は美しいと言いますか、えー まあ水平ではなく若干ね右上がりにすると綺麗な字に書けるよと言われているえ横の線なんですけども極端にねぐいぐいぐい上ががっっちゃってる人がいますでこれはですねあのもう結構私が見た中で上がっちゃってるね <laughs> っていうのでえこれは原因はですね 肘が張ってるんですよねそれかあと広げすぎてるかだからこう姿勢姿勢の問題でもあります。で、えー、結構早く書こうとするとねどうしても右上がりになったりとかねしますので、えー、そのね改善するにはねこれね脇の下にこうちょっと握り拳が1個入るぐらい多分こう。 結構こう幅広く描いているのでよよく右に上がっっっちゃててなってるんですよねだからちょっと脇を締めるイメージでやると私ちょっと右上がりだわと思ってる方はあのねそれが水平に描くように意識すればちょうどいい角度になるんじゃないでしょうか。コツは 脇の下握りこぶし、そして、えー、さらに横書を水平に書くように意識するそれだけでちょうどいいぐらいの右上がりになると思いますはい、えー、でえ次行きます次下手な字の共通点に多い字右下がりの字です右上がりとは逆で下がっちゃってるタイプですね右下がり意外と意外とこれも多いんですよであのー のはね感覚的にどうしてもその利き手というか、えー、右右側が強いこれは脳の関係、えー、とも言われてるんですけどね、えー、例えばねあのポスター壁にポスターとかをこう上手に貼ろうと水平にするじゃないですかでもね不思議と右上がりになるんですよねそれって。でこれを右上がり」というのは、えー、人間のね自然な意識 なんかもしれないんですけども、で、でだから右下がりはね不自然になるんですよ。右上がりがあのー、美しい字と言われているのと逆に右下がりはね逆に不自然なイメージがある。別に下がっててもね読めればいいとは思うんですけども、まあねこれはねちょっとねあの吐、ー、きがないつまらない。 ような字に見えてしまう不思議なもんです、まあそれだったら右に上げちゃえということで、えー、これはね逆にね先ほどの右上がりの人と本ほんと逆で今度は肘が狭くなってる。であとはね指先だけで描いちゃったりしてませんかということです。えー、なので、えー、肘はゆったりとして腕全体で線を引くように意識すれば右上がりになる。 ね、ですねちょっとねこの本と自分で矯正していくつもりでまず水平の線を引けるように練習してあとはね、えー、シャープペン3プッシュ分ぐらいの芯の長さほどの右上がりができるとベストですなのでね、えー、そこはまず肘をゆったりとして、えー、次は 水平の線を描くように意識して、えー、右上がりを狙っていくという感じでやってみてください。はい、えー、じゃあ次行きましょうかね。結構これ話し出したらもう5分も経っちゃってるので、えー、次3つ目で終わりたいと思います。えー、次はですね下手な字の共通点3つ目、えー。くねくね字。くねくね下字書いてませんかとくねくね下字はなんかねちょっとくどくしつこく。 見えちゃいますねちっこいといいうか <laughs> えすいません失礼しました。で、まあ、結構ねこれねあのね女の子うん結構な昭和昭和の女子たちに受けたような丸っぽい字コロコロと丸めたようなこうくねらせるような字をまあちょっと大人になっちゃっても書いちゃってますっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあね 若い頃はね愛あ,のあ愛嬌もあって可愛らしい、えー、もので、まあ、流行ってしまったんですけども、まあ、大人の字としてはねちょっとね幼稚かなと思いますでお、まあね、大人の字はねそういう可愛らしいものはもういらないですよね、まあ、ちょっとねこの際ねもうね少女時代はもう忘れてもらってあとは。 ちょっと大人っぽい変異のあるような字を意識して書くだけでまあねあの拡張高い気品のある字が書けるようになります。これはもう本当に意識するだけでいいので簡単です。まあ、過去は捨てましょううという話で,す、ねでまあ、例えばポイントはですね曲線が丸すぎるので直線を多く意識します。であの横縦はまっすぐ横は右斜め上という。 ことなんですけどもその線自体がこう湾曲になっていることが多いので、えー、まずはゆっくりとねまっすぐに線を描けるようにしてください、えー、ポイントはですね便線など経線のあるものの上をなぞる練習から始めてとにかく直線を描く練習をしてください、えー、そうすれば次第とですねあのうねうねまるまる下地が、えー、薄れていきます。 はい、えー、こんな感じでですね3つほどお話ししたんですけどもうんもう1個ぐらいお話できそうかな次はその逆に角ばってる字カク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 した字を書いている方ですねこれはくねまるまるの字が例えばね、あのーまあ、ちょっとしつこいく見えちゃうよというものに比べ今度はねトゲトゲしい。 痛い痛いただだだって感じの字「角張ってるね」っていう字うん見たこともあると思います。もうキリ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 してる「かく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 」もうこの角で傷つけてやろうかっていうぐらいのうん鋭いイメージです。でこれはね結構ね細いペンで描いている人なぜかねあの鋭さを増したいのか角張ってる字を書く方は細いいい 線が好き、細いペンが好きですね。で、だからね、さらにね、トゲトゲしく角ばってしまいます。まあ、これはね、ちょっとね、読む側としてはもういつもなんかこう攻撃されてるような感じになって、まあ読むのに疲れちゃったりします。で、このトゲトゲしくなる原因はですね、えー、折れ、折れが鋭すぎるんですよ。角ですね、折れというのは。まあ、例えば口 ねまあ、四角というかあの全部折れでできているものが多い中、えー、12画目二画目の折れここがキュンと鋭くなってはいないでしょうかここの折れのポイントはですねそしたら45度ぐらい角を削ってそのまま縦角に進む。 これを、あのー、やるとこの曲がりがあるだけで、えー、全然ねこのキュンキュンした文字はなくなります。んなんかねこう角を取るような、うん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 ね、一緒にね性格の角も取っていただけるとねなおいい文字が書けるんじゃないでしょうか。えー ただねあのー、逆にやりすぎるとその角を取りすぎると先ほどの丸っぽい感じになってちょっとねあのー、見た目が落ちてしまうので、まあ、ほどほどに角を削っていってはいかがでしょうか。はい、えー、こんな感じでね、えー、お話を。 下手な字の共通点ということで、えー、お話をさせていただきましたけどまあまあまだいろいろあるんですけども今日はねこのね4つ四つぐらいで、えー、終わりたいと思いますがこうちょっとね自分の欠点自分の字の欠点を知るだけでもですねあの本当よくなるんですよ。欠点をまず克服すればもう見違えるような字を書けるようになるので、えー、ここは向き合って頑張って。 え見てはいかがかなと思ってこのちょっとねきつめの話をさせていただきました。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。